カペリティオチャンネルです。よろしくお願いします。今も来てくれました。本当だよ。しっかりお馴染みとなりました ね、 ね、準レギュラー砂川の今スリーボンバー過去にやってるんですけど、はいはいはい、ネプリーグのファイブボンバーうん、のオマージュ企画、はい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 、3人バージョンでハイパーですね、こう往復するという形です、はいはい、6個以上答えがある問題が出るので6個答えてもらうんですけども、一番左の方から答えてもらって、うん、真ん中右に当たってもう一回右真ん中左手で6個完登できたらその問題は成功という形になります、はい、なるほどね。過去2回は30点満点の29点どちらも。ああ、惜しくも。はい、まあ、1個だけ逃したんだ。その30個ある答えのうちのね。過去出たのは北海道にある6つの国立公園、はいはい、6つ全て答えようとかは、さすがクイズ王みたいなところがね、言ってられたんですけども。いや、これでも難しかったですよ、クイズをね、しっかりやってた紙としても、はいはい。問題のハードルは、うん、下げてません。めっちゃ怖がられてるよ、なんか。けど、怖いって。下げてませんけど、うん、順番がこれ大事じゃない、結局。並び順でこっちの。一問ごとに好きにね、並び替えていいので、はいはい、それでやってくださいね。なるほど。はい。やっぱり一番手に座った名倉さんがさ、こう一番手って難しいの言わなきゃいけないのに、出なくて、国の名前、5つ答えよ。ごめん、アンティグア・バーブーダみたいな。そうだみたいな、ごめんって言ってるのにむずいの言ってるコピペみたいなやつ好きなんだよね。言えてます言えてますそんな感じだよね、最初の人がむずいの言えばいいみたいなのもあるし、ね、そうですね、ということで早速やってみましょう。一般的に多分一番初心者が行った方がいいポジションってこの折り返し地点の連続で答える人のイメージがあるんですけど、3、4番手がまあ楽なイメージはありますよね。やっぱ一番最後に答えるのがやっぱ一番ハードルが高いですからね。じゃあこのままの順でももさん最後にしてみますか。なんで今まで聞いてました。じゃあももさん3、4、1回試してもらって、ね、じゃあどっちかが1、6、1か、じゃあノイマンさん、じゃあノイマンから行くか。並び替えジャンプしますね、せーの。おー、こういうこと。じゃあこっちからってことね。はい、え、かつてない怖さなんですけど、何この企画。そうなんですよ、なんか勝ち負けだったら自分が負けるだけでいいけど、連帯責任感がやばいですよね。それでは第1問まいります。はい六法全書の六法6つ全て答えよ。刑事訴訟法。んじゃあ商法。民事訴訟法。刑法。民法。ごめん、憲法。最後はごめんじゃない。そうだ、ないよね。最後言えればいい。やったー。ごめんとかないんだよ。やったやったー。いや、上手にいけましたね。はいはいはい。結構これ、無図名だとは個人的には思うんですけど。うんうんうん、うん、まあ、一般に聞くと、なんか、どっか漏れがちではあるよね。そうですね。まあ、法律やってる人か、まあ、クイズやってればね、さすがに答えるかなっていう感じですけども。うん、私、法務博士だからね。あ、そうなの。私、ロースクール出てるんで。ああ、これができなかったら、本当に法学部っていうところ全部消しますから。ということで、最初はね、幸先よく6点獲得で。やったー、はい、これでいい。もういい、もういいぞ、これで。いやー、よかった。これを繰り返せばいいだけなんだから。わかりました。並び順このままで大丈夫そう。じゃあ、もう一回これでやってみようかね。はい。それでは、参ります。第2問。うん。ね、全部5問ありますから、バグッと目指してください。はい。将棋界におけるタイトル戦、8つ中6つ答えよ。叡王戦。王位戦。棋聖戦。叡王戦。なんだっけ。え、なに棋王。竜王。名人戦。あー、あー、いやー、素晴らしい。よくぞよくぞ。そう、あ、でも逆に栄養とかを残すべきなのかもしれない。難しかったですね、僕も最初何言うのか。いや、でも棋聖棋王でギリ棋で多分残してくれたのかなっていうのを読み取って、うんうん、いや、素晴らしい、よかった。いや、これパニックになっちゃう。
これね、ちょっと作戦立てたくて、ああ、はい、そろそろ理系が出るんじゃないかな。ああ、なるほどね。で、理系になると、まあ、僕より AP の方が絶対できるので、はいはい、チェンジしときます。ああ、じゃあ、ちょっとここだけいけたら、はい、じゃあ、ちょっとチェンジします。はい、せーの。はい。ゆかさん、ゆかさん、これ画面外にいるじゃん、ちょっと。失敗してるじゃないですか。入れてよ、ちゃんと。ちょっともう一回ジャンプして。はい、はい、せーの。はい、ああ、よかった。ちゃんと変わるね。弾かれたんだから、何の下りだったんだ、ジャンプしたら AT がこうぶつかって弾かれた。それでは第3問、うん。フィギュアスケート競技で、理系じゃない。採点対象となるジャンプの種類、うん、6つ全て答えよ。ルッツ。ループ。アクセル。サルコー。トゥーループ。よし、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 確かに。ごめんなさい。いや、これは僕が悪かった。とっさに言ってしまった。いや、でもまあ難しいか。アクセルくらいかな、むずくないのって。いや、ごめんなさい、アクセル。いや、でもむずいですよ、これは、ね、時間がちょっと怖すぎて。わかります、わかります。って言ったら、これは時間かければね。得意なやつはちゃんといけばよかった。ループを言った後に、トーループを残しておくのもありかもしれませんね。僕がね、トーループは浮かんでた。いやー、そこみんなそれぞれなんかちょっと一個反省点あったね。ということで、今回は5点獲得。いや、でもまだね、29並ぶまでは絶対したいからね。それでは、参ります。うん。第4問。うん。地質時代の古生代に含まれる時代区分、うん、6つ全て答えよ。三畳紀、ペルム紀、オルドビス紀、カンブリア紀、ジュラ紀。なんだこれも。古世紀、古代紀。何？いや、本当にわかんない。何紀？ダメだ、これはもう。本当にカンプリアキしか分からなかった。いやー、はい、まあ、これ地学やってないとやっぱりちょっと。そうね、通らなかった。シルル期、デボン期、石炭期、石炭期だね、うん、いや難しいよこれは。すいません、そもそも知らなくて。ということで今回は3点、うん、はい、3点ね。いやいや、でもここまではいけたのは良かったんだけどね。まあ、知らないもんは、まあ、知らないよ。並びこのまま並ぶんだ。理系出たね。いやいや、じゃあ復活するか。じゃあもう一回やろう。うん、よし、じゃあちょっとジャンプします。せーの。うわー、ちょっとこれはもう 6個答えてもらう。もう無理だよこれ。ももさん一人で6個になっちゃったよ。ちょっとジャンプ全然うまくいかないじゃないの今日。いや、ちょっと戻るんでちょっと待ってて。もう一回いくよ、はい、せーの。よいしょ。よかった、よかった。よっしゃ、頑張るぞ。それでは最終問題です、うん。ひらがなで書いたとき、いが入る都道府県、9つ中6個答えよ。埼玉県。愛知県。北海道。石川県。だから茨城県。全然出てこないや。ああ、なるほど。
いやー、ちくしょう。ということで最終問題5点獲得です。最終結果25点。いやー、いやー、ゆかさんどうでしょう。はい、いやー、3ボンバーは今回3回目なんですけど、僕初めてミスったかな。あ、そうね、うん、15問やって初めてミスったのが意のつく都道府県だった。ね、こんなんいくらでも分かりそうだね。もう何だろう、ゆっくりやれば小学生でも頑張れるやつを出てこないっていうのが、この形式のね、なんか妙という感じだね。この30秒で出すっていうのは、もう簡単だろうが難しいだろうが難しいんだなってことが分かりましたね。いやでも面白かったです。うん、まあやっぱりそのこれを残してくれたらいけたなみたいなのね、結構あったんで、もうちょっとチームワークが出せればなという子でしたが、今後はもうちょっとその辺を高めていけたらなと思いますね。いや本当にあの私の無知さで3点失ったのが本当に悲しかったんですけれども、まあ、ゲーム性としてはジャンプですね、やっぱりね、うん、あのちょっともう2人にあの頼りすぎてた、私ここに座らせてもらった段階で、うん、なのでちょっと自分も得意分野はもうちょっと時間かけてもいいから、どれ答えるかを吟味すればよかったなっていう反省がすごいですもん、うん、でもめちゃくちゃ楽しかったんで、今度どうします、え、ピコさんやりたいですか。おお、なるほど、ポコさん出題バージョンもね、もいいですよね。いいね、確かに、まあ、まあいいですよ、はい、カプリティをね、メンバーいろんな組み合わせでやってみてもらえたら楽しいんじゃないかなと思います、うん、確かに。はい、ということで面白かったという方はぜひね、高評価お願いします。高評価たまったらね、ももさんがやってくれそうな雰囲気出てます。やりましょう。私、はい、あのやる約束してる企画めっちゃあるんで、そろそろ出していこうかなと思います。、はい、以上本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。